ワクワク土曜日檜山慎二郎のコーナー。イエーイ。さあ今回のですねお便りが来てまして、岡山県倉敷市の50歳女性の方、ゴールデンウィーク中に甲子園歴史館に行き、改めて檜山さんの凄さを感じました。ありがとうございます、そんな檜山さんに野球の質問です。試合中に野手がエラーしてもスコアボードには H ランプがつくことがあります。 H ランプというのはヒットランプね、かと思えば E ランプがつくこともありますと。はい、エラーのランプですね。そもそも誰がジャッジしているのでしょうか。また違いは何でしょうか。モヤモヤしています。教えてください。これいいですね。先週の中日戦でもそういう場面がありました。実況アナウンサーはパッと見た状況でエラーと言いましたが、おーヒットです、 H ランプが灯りましたと言っていました。これね、まあ、まず H ランプというのはヒットなので、バッターの打率は上がります。まあ打者の数字というのはそういうことになります。で今度はピッチャー側とすれば H ランプというとヒットを打たれたので、そのランナーが、まあヒットでもいいですけどホームに行くと、自責点、自分が点数を取られたっていうようなことで見なされるんです。これが E ランプ、味方のエラー、ミスでってなると自分は打ち取ったんですよ、ピッチャーは。なので本来だったらアウトにできた、なのに味方が、ミスをしたっていうことでランナーが一塁にいたとしても、そのランナーがもし帰っても自分の責任、自責点っていうんですよね、自ら責任を、負う点数、これは0点のままなんです。ただ失点っていうのは1になるんです。だから防御率っていうのは、自責点になるので、これは0点のままなんで責任は負いません。なのでノーヒットノーランっていうのは、点数を取られていない、ヒットも打たれていないっていう状況がピッチャーでいうノーヒットノーランっていうんですけども、そこはE ランプがついても点数さえ取られなければノーヒットノーランなんですよ。だからノーヒットノーランがかかっている時って野手緊張するんですけれども、エラーになるとまだノーヒットノーランの記録がピッチャーに続いてるからよかったみたいな感じになったりとかするんですよね。だからこれなんか微妙な感じになるんですけど、あとね、この記録をつけているのは公式記録員っていう方が必ず試合を見ておられます。でその場で、数秒の間に、一瞬の間に今のはヒットですね、エラーですねっていうのでランプを灯すんです。ただ昔はねこれ一回こう電光掲示板に H や E が灯ると覆らなかったんですけども、最近はねちょっと覆るようになってきたのかな。次の日とかになるんですけども、昨日のあのプレーは H とみなしますとか E とみなしますっていう風になったりとかしますね。メジャーリーグはねもう数年前から特にそれはもう導入されてて、すぐにこう訂正とかあるんですけども、日本のプロ野球の場合はなかなか訂正されなかったんですよ。なのでバッターからすると、例えばもうない、今のはヒットだろう、そういう打球ですね、すごいいい打球があって野手は難しい感じでポロってやったっていう部分あるんですよ。そうするとバッターからすればよし H だ、 H ランプだと思ったら、パッと見た瞬間にもう楽しむんでしょうがないですよ、ベース上に行った時いい、うそーってなるんですよ。これ打率が下がるっていうことなんで、で野手は、例えば、エラーっていうのをつくと、やっぱり野手からすれば自分のマイナス点みたいになるので、 H ランプがつくと、おーよかった H で今の難しかったよみたいな感じになるんですよ。ただ上手い野手がエラーすると H についたりとか、あの選手だからちょっとミスしたらエラーじゃないよね、あの選手がミスするんだから難しかったんだよ、だから H とかいう風になったりとか、公式記録に対するイメージではすごくあります。上手い野手からすれば H っていうよりも E ランプついてくれる方がなんとなくなんかプライドとしてそこは許せない部分あるんですよ。今の俺だったら取れたのにっていうのがあるんで、うわピッチャーごめんっていう、上手い野手ほどピッチャーごめんってなりますね。なのでそのあたりがすごくこうなんか人間性が出るというか、で正直ちょっと上手くない選手ほど H ヒットに見せます、うん、打球を難しかったですってやるんですよ。で僕からしたら今のそんな取り方おかしいんじゃないってなって、もう全然普通に取れるのに、うわー難しかったですってなると、公式記録員の方が騙されて H ランプつけるんですよ。いやいやいや普通にこうねちょっとやればエラーやったよとかなるんですよ。そうすると、ピッチャーもあ H じゃなくてエラーなったなとか なるんですけども、それを、ね、ごまかしながら取る選手が最近ちょっと多いので、そのあたりちょっともうちょっと腕を磨こうよって思うんですよ。うまい野手は
それしないんですよ、うん、難しかったですってしないんですよだからそのあたりですよね。だからやっぱり守備に自信を持ってる選手ほどもうごめん難しい打球取れなくてごめんってなるんですよね。でも下手な選手は難しい打球取れなかった難しかったですってなるんですよそのあたりもうちょっとプロ野球選手こう腕を上げていってもらいたいな、上手い選手を見習ってほしいなっていうのは思いますね。あとはやっぱり守りっていうのはピッチャーが投げて守りがいるんで、やっぱりピッチャーを助けてあげないといけないという部分もあると、ピッチャーの心の動揺を誘ったりもするんで、やっぱりそのあたり盛り上げるために野手は、そういうところもすごく気にしてもらいたいなっていうのはあります。バッターとしてはエッジランプつくとありがたいです、はい、結構ねだからね3割打つバッターというのは年間通して例えば、本当に300になるのと2割9分例えば7人8人というのは年間通すとあとヒット2本3本なんですよ極端に言うと。じゃあその2本3本というのが H ランプなのか E ランプなのかえらい差なんです。これね年間にね2回3回はあります。あと例えば、内野ゴロですね、打球がコンコンってすごくこう難しい打球がありますね、ボテボテのゴロ、あれを自分はアウトだと思ってゆっくり走るのか全力疾走で走って H につくのかっていうのが全然違うんですよ。なのでそういうところではまあ見返した時に全力疾走で走ってたあれH ランプついてたかもしれないのになとか後悔するような部分もあったりするんで、やっぱり全力でプレーするっていうのが基本なんじゃないかなっていうのは思います。僕はそうなんですよ。それこそ僕現役で初めて3割打ったのは本当のジャスト3割300.0なんですよ。これは嬉しかったですね。繰り上げ 299.8 の3割と強打なし 300.12 のその3割とは同じ3割でも違います。僕はもう堂々と3割っていうところだったので、やっぱり3割打つと次の年からの自分の野球のレベルが上がってくるんですよね。見られる方もそうだと思うんですよね。ビアマーって3割打ったっていう風になるので、見られてるっていうのをプラスなんとなく自分は3割バッターだ、だから今年はもっとやらないといけないっていうなんか自覚みたいな部分もあったりとかするので、一回り二回り大きくさせてくれるっていう数字のやっぱりその部分があります。これはピッチャーもやっぱりなんかタイトル取ったとかいうので成長していくっていうのはあるんで、やっぱり大事な部分ではありますね。でもやっぱりその H、E ランプそういうところを見ながら野球って面白いと思いますよ。うわ今のはエラーやで、なのに H ついてるってなると、うわバッターラッキーだったなとか、うわピッチャーの心理はどうなのとかいうふうに見ると野球また違った見方できるので面白いと思います。これからもどんどん、こういう質問お待ちしております。ここですよ、ここですよ以上、ワクワク土曜日、檜山慎二郎のコーナーでした。